佐々木蔵之介さんが主演を務めるドラママイホームヒーローの第4話が11月7日に放送されました。佐々木蔵之介さん演じる哲夫がなにわ男子の高橋恭平さんが演じる犯罪組織の一員である恭一にバディとなることを提案するシーンが話題になりました。思ったより面白くて見てしまうや、今期で一番面白かったなど好評なさなか、ファンにとってまた悲しい報道が。最近では恭平さんが黒木さんの住むマンションに毎日入り浸っている状態です。実は恭平さんはああ見えて寂しがり屋な性格で、誰かと子と一緒にいたい人なんです。時間が開けば誰かしら飲みに誘っていますよと高橋さんの知人が語っています。飲み会の場に頻繁に顔出していて、同い年でもあるという共通点から、高橋さんと黒木さんが交友関係が発展するきっかけだったのでしょうか。黒木さんのマンションに入る5時間前の午前0時頃、高橋さんの姿は恵比寿の完全個室のダーツバーにありました。以前から仲が良いことを公言しているエグザイルのメンバー佐藤大樹さんや友人複数人と共に食事をし、お酒をたしなんでいました。上機嫌なこの飲み会の集まりが解散したのは午前4時半。高橋さんはその後タクシーを捕まえ、向かった先が黒木さんのマンションだったそうです。黒木さんは携帯を耳に当てながら、人目を気にした様子でエントランスに姿を現しています。一瞬目を合わせた二人でしたが、すぐに互いにそっぽを向いた様子でした。黒木さんがオートロックの扉を開けると、高橋さんは1へ振り込みました。そのまま二人は絶妙な距離感を保ちながらマンションの中へ込まれていったということです。この内容が週刊文春に取り上げられ、 SNS では西畑大吾や長尾謙杜に続いて、今度は高橋恭平までだなんてショックすぎる、やだよ、もうなにわ男子じゃなくてただの熱愛男子じゃん、もう少し期間持ってほしかった、などファンにとって大ダメージを受けている様子です。またお相手の黒木光さんはグラビアアイドルとして活動しており、長尾謙杜さんの AV 女優についでの報道でため息が止まらない方も。確かに今ドラマでも活躍してる真っ最中なのに、なんでこのタイミングでなんて感じている方も少なくないでしょう。逆に一番狙われてそうな道枝俊介や目黒蓮らが熱愛出てないことを不審に思ってしまう、などファン以外の方からの意見もありました。ドラマや熱愛と様々な意味で話題を集めているなにわ男子の高橋恭平さん、今後どのような動きを見せるのでしょうか。何ファームの皆さんが心配です。